回は、まあ、秋先、夏がもう終わりにかけて秋先になってきたんで、まあ、季節の変わり目ということで、まあ、そういう時にこう選びやすい、よく動くんですけど、まあ、バッグ類とか小物とかを紹介できたらなと。そうですね、僕のおすすめのフィルソンですね。はい、フィルソン、はい、フィルソンも結構種類あるんですよね。そうですね、はい、で今回ちょっと今ざっくりご紹介すると、今トートバッグ、まあ、と、まあ、ティンクロスのブリックケース24ブリックケースなんですけど、はい、まあ、形は何種類かあるんですけど、まあ、あと素材ですね、まあ、定番のトートバッグ、ハンドルがちょっと長くてっていう感じなんですけど、まあ、これも結構生地が厚くて丈夫で、で経年変化が楽しめるっていう、これ使っていくとかなり色とかも変わるので、でちょっと触っても分かんないんですけど、一応これオイルド、ちょっとワックス加工がされていて、うん、雨とか結構強いタイプになってます。で生地も22オンスだったかな、結構厚みがあるんでかなり丈夫です。重厚感ありますね。はい、でもう一つティンクロスっていう、これはもう見た感じべちゃべちゃっていうのもなんかちょっと表現良くないですけど、オイルドフィニッシュ、はい、触るとちょっとオイルを感じる感じになってます。これティンクロスっていう、ちょっと素材が先ほどのやつと違うんですけど、ただオンス的にはこっちの方がちょっと薄い感じではあるんですけど、オイルが入ってるので、まあ雨とあと風とか、まあ、そういうのは全然がっつり防いでくれるやつですね。耐久性も増してる。あ、そうですね。でお手入れとかは基本的にオイルドフィニッシュされているので、まあ汚れたところをブラッシングしてもらってっていう感じです。でひどい汚れの場合はまあちょっとあんま良くないんですけど、ちょっと濡れたタオルとかっていうのはまああれなんですけど、洗剤で洗っちゃう方とかも、うん、でもあんまり良くないんですよ。でそういう場合はワックスで、まあ、リプルーフしてもらうっていう感じにはなるんですけど、そうバグワーと一緒っすよね、うん、ほとんどああ感じで、まあ基本的にはブラッシングと濡れたタオルでちょっと拭くっていうのがまあ定番な、ちょっとした汚れだったら、うん、そうですね、うん、なのであんまり洗うのはあんまりですけど、ガンガン使って汚れないか、そうですね、まあ汚れたのもまあかっこいいので、はい、そうですね、そこも楽しんでもらえたら、はい、うん、まあ、色抜けると結構これも経年変化で色とかかなり変色というか退色して、すごい形も良くなってくるんで、使い込んだ、うん、やつお客さん持ってる人、あ、そうですね、すごいかっこいいですよね、うん、このレザーの部分もかなり味が出てくるので、本革、はい、もうまあ、フィルソンっていうと、まあどうせ持つなら最上のものっていうコンセプトがあって、まあ、なので、まあ、一生正直使えるものかなと思います。かなりおすすめです。ここすごくないですか、ここにすごい分厚い革使ってたりとか、ね、でこれだと手持ちだけじゃなくてストラップがなんかこういうのスタープついて、そうですね、ついてます。ただこれオイルドフィニッシュされてるやつはですね、洋服ちょっと注意していただかないと、ちょっとこうオイルがついちゃったりとかするんで、それだけちょっと注意していただいてっていう感じですね、うん、はい、おすすめ、はい、1個ですね、2個目、リーフィング、はい、ちょっとリーフィングじゃ使ってるんですけど、まあ、結構あって数豊富でちょっと増えてきたんですけど、まあ、いくつか代表的なもの、まあ、これもこういう、なんだろう、ブリーフケースなんですけど、まあ、これもさっきのフィルソンと同じで、まあ、ショルダーここかけれて斜め掛けできる、で手持ちができる、でさらにそれだけじゃなくて、ここにジッパーあるんですけど、開けると収納としても使えるんですけど、普段はリュックのハーネスがしまわれてるんですよ、こういう、で
ここに、あるんで、ここをつけて、はい、意外と手こずりますね。いやいや、慣れたんです。で、やると、リュックになるんですよ。だから、スリーウェイでいけるんですよね。そう、これはすごいなと思って。で、使わないときは、さっきみたいにしまえるんで、うん、しまったときの、なんだろう、表情っていうか、すごい、スマート、うん、そう、なんかあるように思えないというか、これが隠れるっていうのがいいですね。そうなんですよ、うん、全然そういうふうに思わせないぐらいのなんだろう、コンパクトさだから、うん、これすごい上手いなと思って。そう、まあ、で普段はこういう感じで持って、荷物が多い時なんかはこれをかけてリュックみたいなするっていうのは、で両手空いてない時はショルダーで斜めかけてやればいいんで、うん、そうですね、まあ、すごいですよね、うん、このブリーフィング。で、すごいのはその機能性もうさることながら、まあ、まあ他にもポケットいっぱいあって、その細かい、ペン差しとか、アイコンとか入れたりできる、まあ、オーガナイザーっていうんですけど、こういう感じであるんですよね、ちっちゃいポケットが。これも僕すごい好きなポイントで、細かいのをここで仕分けてちゃんとすぐ探せるようになってるっていうのはすごいいいとこ、いいことだなと思って。そう、あ、これショルダー入ってますね。そう、入ってたりで、いくつか、まあ、ちっちゃいポケットあるんですけど、まあ、それで、あと、この素材ですよね。バリスティックナイロン。バリスティックナイロンって、防弾チョッキと同じ素材なんですよ。で、ね、防弾チョッキはもちろん銃弾通さないために頑丈なんで、それがこれに使われてる。よくアイスピック刺しても元に戻るみたいな、あ、言いますよね。すごいっすよね。うん、そう、それが使われてるっていうことは、もうめちゃめちゃ長く使えるってことなんですよね。うん、本当に相棒、そうですね、パートナーみたいな感じで使えるみたいな、うん、愛着長く使えるっていうのはやっぱりすごいいいですよね。ってことは愛着がすごい湧いてきやすいってことなんですよ、うん、長く使えるとすぐ壊れちゃって、うん、あともう悪いってなっちゃって、ずっと使えるから愛着絶対湧くこと間違いないんで、これなんかこう使ってもらえるといいかなと思って。そうです、作りはしっかりしてます。こういうサイズのものが、まあ、あと何型かあるんですけど、まあ、それはちょっとはしょらせていただいて、はい、あ、それと他にちょっと全部紹介できないんで、種類がいっぱいあるんで、フィルソンもそうですけど、ありますので、はい、これもざっくりですけど、まあ、これはそのブリーフィングのバリスティックナイロンの素材のリュックタイプですね。これが一番よく売れますかね。まあ、分かりやすい、大きさちょうどいいですね。そうなんですよ、うん、多分30近くかな、うん、30リットル近くぐらいあるんですけど、うちの人も使ってますよね。そうですね、はい、もうこれが一番分かりやすいかなと思います、うん、外にポケット2つついてますし、で、まあ、こうもちろんオーガナイザー付きのポケットがこうあって、チップもすごい簡単に開閉できるんで、非常に手が疲れないかなと思います。あとは、まあ、こういうところレイジーチェーンっていうんですけど、まあ、こういうところにストラップ付きの小物とかこう引っ掛けたりすれば、ここでなんか容量を足すことができるんで、まあ、ここもそうですね、まあ、こういうところでいろいろ付け足してみたいなのができるっていう優れもの、まあ、こういうタイプもあります。あとはこれショルダーバッグタイプですね。いや、これもこれ一番好きかもしれないな。あの、日常使いは一番いいかもしれないですね。そうですね、うん、こういうタイプなんですけど、まあ、長さ調整もちろんできますし、それがすごい簡単でそうできるっていうのと、まあ、もちろんこれも同じくこうデイジーチェーンあって、ポケットあって、ここにも収納すぐ取り出せるポケットあって、でメインのところもあるんですけど、そこにもちゃんとこういうちっちゃいオーガナイザーとか見えますね、見えますかね、ついてるんで非常に使い勝手がいい。で、全部大体袋ついてるんですよね。そうですね、オリジナルのブリーフィングの袋ついてるんで、うん、もうこれ単体で使ってもいいですし、そうですね、ついてますし、まあ、なんかこれ収納するようにこれ入れてしまうとかもできるんで、ちっちゃいけど街が結構あるから、普通にあの、うん、デカめのお弁当とかも全然入るんで、入りますね、うん、そのなんだろう、ブリーフィングのこのいいところをギュッと凝縮したやつだなと思って、うん、ブリーフィングはあとまあちょっといいですけど、はい。こういう細かい、はい、あ、小物、本当の小物類、さっきよりもさらにちっちゃいポーチのような、
そうですね、キーケースとかペンケースとか、まあなんかカメラポーチとかそういう感じのバックインバックとしても使えるようなやつとか、うん、こんな感じで。これもいいっすよね。ちっちゃい、うん、でもまあ結局そんな荷物なければこのぐらいで十分かなっていうぐらいのサイズ感ですね、こちらの。そうですね、これであの iPhone とタバコと、ああ、そうですね、うん、お財布、携帯とか、うん、ぐらいで十分ですよね。で、内側にも、うん、あるんですね、はい、ここに定期とか入れたりあります。はい。はい、とまあこんな感じでありますと。はい。はい、まあブリーフィングは以上ですね。はい。はい。もしかしたら。はい。お疲れ様ですよ。どうしましょう。ここ今出てるな。ノース。あ、ノースです、ね。ノースですね。はい、まあ旅行なんかはまあ量が多いとやっぱりこういうダッフル系のバッグ。これ一番知ってる人が多いですね。あ、そうですね。うん。そう。ここら辺は定番かなっていう感じですね。で、これも、これちょっと分かるように、こうやって、リュックとして、リュックというか、まあこう、背負えるタイプですね。うん。背負えて、もちろん、ストロップついてます。ちょっと待ってですね。こんな感じで、お待たせしました。はい、容量もすごい入ってるんで、あと内側にメッシュとかもついてるね。かなり容量が。ちなみにこれ S サイズです。 S で何リットルぐらいでしょう。 S がですね、これ50リットルです。はい。で、一応こちらのダッフルは S、M、L、3種類ご用意ありまして、 S が50リッターで、 M が71リッターで、 L サイズが95リッターっていう容量になってます。こういうこれであのちっちゃく畳んで、このメッシュに入れる袋もついてます。これ、そうですね、これが M サイズ、はい、でこれが L サイズ。こんなちっちゃくなるんで持ち運びすごい楽、慣れちゃえばしまうのが早くなるんで、はい、そうですね、はい、これですか、はい、あ、そうそう、まあ、ギアボックス、ギアいいんでしたっけ、はい、ギア。まあ結構アウトドアなんかされる方なんかは荷物とか、まあ、結構細かい荷物とか多いと思うんですけど、それをこういう感じでもうコンテナ型ですね。これでなんか荷物をこうガッツリ入れてもらってっていう、うん、でちゃんと取っ手がこうついてて、あと背負えるのでストラップついてるんで、これもあるんで、こういう感じで移動の時とか楽っすね、はい、で、この扱ってるやつ蓋がないんですけど、ちょっとこれ色違いなんですけど、あ、こういう感じで、はい、使わない時なんかはもうこういう感じでなると、車なんかすごい積載量もまだ増えると思いますし、いいかなと思います。はい。じゃあ、ノースは。はい。はい、じゃあ、次は。まあ、グレゴリーもダッフルあるんで、まあ、これちょっと、グレゴリーもこういうのあるんで、はい。これが、表面がね、ちょっと、はい。ちょっとハニカムっぽい感じになってます、ね。もちろん、これも、雨大丈夫ですし。はい、これも、はい、ノースみたいに、ハニス。ついてるんで、つけて背負うことができますんで、まあ、こういうのもありますね。そうですね。グレゴリーも1個あるんですけど、これはリュックですね。ナノっていうモデルなんですけど、これが、30リットルですね。ちょっと物入ってないから分かりづらいんですよ。30リットルあります。まず上のパネルがこういう風になってて、あと絞って中のものが落ちないようにっていう構造になってますね。まあ、あとはもうこの他のバッグと同様にこうポケット、ちっちゃい収納がここもあって、でこれもちゃんとまあ、簡易的なんですけどウエストベルトもついてるんで、簡易的なんです。本当はちゃんとここにパッドがあるやつあるんですよね。まあそういうのがあるんですけど、まあ、これもあるだけで十分違うんで、まあ、ここに締めて、まあ、ここレール走ってるんで、ここはこう調整して鎖骨下あたりにこうやって移動してもらって、ちょっと張るくらいで締めれば、まあ、結構しっかり締めれると
もう一つ。もう一つは、24リットル。はい、で、二つあるんで、それも大体同じ機能ですね。うん、ついてますんで。デイパックとして、まあ普通に日常使いだったらこのぐらいの量がちょうどいいですね。そうですね。うん、はい。でかすぎてもね、あれなんで。はい、これはおすすめです、本当に。はい。グレゴリーは他にも、こういうギアボックスあるんで、まあ、二つあるんですけど、こういう中、メッシュで見やすくなってて、うん、まあ物を収納、何収納してるのか分かるっていう、うん、だからまあスーツケースなんか使われる方なんかこれでちょっと小分けとかもできるし、そうですね、これにあの、なんだっけ、あのヒゲ剃りとかそういうのを入れるものにしてスーツケースにしまってとか、うん、で、こっちに衣類しまってとか、そう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 、はい、じゃ あ, あの今回はあのバックレイドのものに、はい、そうですね、ご紹介しましたけど紹介してきました、はい、はい、まあ、詳しい詳細等はあのオンラインショップ並びにインスタの、そうですね、はい、プロフィール欄からご覧いただいてリンクありますので、そうですね、はい、そこから飛んでもらえればぜひぜひ、はい、ご覧いただけますので、はい、あとはあの実店舗の方にお越しいただければあのご案内しますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。お待ちしておりますね、はい、お待ちしております、はい、じゃあそれでは、はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。